未来装備自衛隊の外骨格パワードスーツ。今回は防衛装備庁が開発を進めるパワードスーツについてです。パワードスーツについては各国及び民間でも盛んに研究されており、民間でも上半身アシスト用自販品がすでに多数販売されています。防衛装備でおなじみの三菱重工さんも重量作業用の民間用パワードスーツを研究開発しているようです。こちらはまだ販売に至っていないようですけど、防衛装備庁が研究開発中のパワードスーツは下肢装着用外骨格型パワードスーツというタイプで、外骨格を通して負荷を地面に逃がし、装着者の負担を減らし、かつ装着者の動作を邪魔しないように装着者の動作に滑らかに追従します。つま先まで外骨格があるタイプで、 50kg の重量を背負って時速 13.5km の速さで走行できるスーツは世界初とのことで、かなり自信を持って開発しているようです。外骨格の素材はアルミ合金製で、パワードスーツ自体の重さは 25kg あります。時速 13.5km とは兵士が戦場で走る一般的な速度ということのようです。電池はリチウムイオン電池を4本搭載しており、フル充電状態で2時間連続しての動作が可能です。リチウムイオン電池は1本 1kg の重さで、4本で 4kg となります。当初奪還での逆上陸作戦等で、隊員がこのスーツを装着して、重量物を背負って上陸することなどを想定しているようです。上陸作戦では、すぐに補給体制が整わない可能性もあり、どうしても装備品が増えるので、その負担を減らすことを目的としています。災害派遣では御嶽山噴火での災害派遣のように、人しか入れない地域の災害派遣において、派遣された自衛官の負担を減らし、捜索救助活動が迅速にできるよう想定しているようです。御嶽山では降り積もった火山灰で足元が悪く、派遣任務は困難を極めたようです。防衛装備庁は、戦闘時において迅速機敏な動作、装備の携行能力の向上を目指し、災害時においては瓦礫上での救助・捜索活動、重機が入れない場所での人力作業、支援物資の運搬が行えることを目指して、高機動パワードスーツの開発を進めています。災害時においては上記目的を達成することにより、救助活動の迅速化を行い、災害対応能力の向上を見込んでいます。今までは間に合わなかった人命救助が間に合うようになったり、1人しか救えなかったが2人救えるようになったりと、人命に直結する能力向上につながると想定されます。戦闘時においては上記目的を達成することにより、歩兵の携帯火力が増大すると同時に、重量のかさむ防護装備が携行できるようになると想定しており、歩兵の攻撃力、防御力双方の向上を目指しています。対戦車火器を倍装備したり、対戦車火器の弾が余分に持てたり、迫撃砲弾が余分に持てたりすると、確実に火力が向上するでしょうね。しかし、これには、かなり難易度の高い技術的な問題をクリアする必要があります。重量を支持できる能力、素早く柔軟な動作、不整地でもバランスを崩さず行動ができる性能が必要となります。現在民間で販売されているスーツの多くは、下肢対応が可能なものはほとんどありません。腰部アシストがメインのものばかりです。下肢部分がないとスーツの重さが装着している人に負担となります。しかしそれだけ難易度が上がるわけです。令和3年度、つまり今年ですが、防衛装備庁では災害時に対応できるバージョンの実用化を目指しています。すでに災害派遣用の R1 と呼ばれるタイプの試作も完了しており、装着調整範囲を向上させ、女性等の小柄な装着者にも対応し、
高強度軽量フレームで搬送能力を向上させています。平成30年の試作品では 30kg の負荷をスーツが吸収し、装着者が 20kg を負担し、都合 50kg の搬送能力で開発されました。 R1 ではさらに20kg をスーツが負担し、都合 70kg の搬送能力を持っています。これは災害派遣において人を乗せて搬送することを想定して増加させたようです。 70kg なら男性でも背負って運べそうですね。残念ながら混同は難しいです。ただ水にはかなり浮きます。試作品は平成30年度に完成しており、各種試験が行われていました。現在は災害用に能力増強された試作品も完成し、各種試験を実施中です。その試作品から得たデータで災害時対応バージョンの開発と、引き続き戦闘用バージョンの開発を進めるようです。海外の最先端パワードスーツについても少しご紹介しておきます。パワードスーツは世界中で開発されていますが、米陸軍では特殊作戦群向けにタロスと呼ばれるパワードスーツを開発中です。タロスはタクティカルアサルトライトオペレータースーツの略で、日本語だと戦術的強襲軽量化動作スーツという感じでしょうか。タロスは外骨格に新素材のボディアーマーと情報表示機能付きのヘルメットを装着する本格的なもので、特殊部隊向けです。イメージビデオを見る限りは完全に SF 映画に出てくるようなスーツです。新素材のボディアーマーはリキッドアーマーと呼ばれるタイプで、衝撃を与えると硬化する液体素材でできているようです。他にも各種情報処理表示用のコンピューターを搭載しており、ヘルメットは暗視装置まで内蔵しているようです。何かすごすぎて実用化にどれくらいの年月がかかるのだろうと思ってしまいますが、リキッドアーマーの素材自体はすでにあるようで、MIT の技術者などが開発に参加しているようです。磁気や電気をこの素材に与えると数ミリ秒で硬化すると言われています。液体の状態で人体にフィットさせ、銃弾などが当たった時に強い衝撃で電流が流れ硬化するという感じみたいですね。銃弾が当たれば当たるほど動きづらくなる気がしますが、大丈夫でしょうか。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。 Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.